野獣先輩なんかに負けない RPG、ハージマールよ。ということで今回は、私たちが自作しているエッチな RPG を更新したので紹介します。視聴者は兄貴たちはもうプレイしてくれたかな？動画の概要欄から無料体験版がダウンロードできるからぜひ遊んでみてね。エッチなもの？そういうのはダメ！見つけたら全部没収、焼却！さて、前回までの体験版で、第1の島のダンジョンをクリアできました。ここからは第2の島に移り、ダンジョンを攻略していきます。ですがこの島にあるダンジョンは、離れ小島に存在しており、ダンジョンに挑戦するには通行料を支払う必要があります。どうやら1人14万ジュエル。合計28万ジュエルが必要なようです。14万。ぼったくりやろこれ。当面の目標はお金を貯めて、ダンジョンへの通行料を工面することです。ジュエルの集め方は自由にできるよう、とにかく集めれば通れるようにする予定です。人助けをしてジュエルを集めるのもよし、小さなダンジョンで魔物を狩るのもよし。エッチなお店で働いたり、体を売ったりしてジュエルを集めるのも方法の一つですね。シャミ子が悪いんだよ。そんでここが新しい町、こっち抜かしてだよ。ここは夜の遊び場が集まった不らちな町ですね。町の中心にはエッチなお店がドーンと立ってる。風営法なんか必要ねえんだよ。今はまだ未実装ですが、ここで働けるようにしていく予定です。ただなんかマップの雰囲気がエッチなお店っぽくないんだよね。もうちょっとエッチなお店風にするにはどうしたらいいかの？あとは他にもカジノでバニーとして働く予定とかもありますね。バニーコスはいりますいります。そんで今回のアプデで見れる回想シーンを紹介するぞい。どうやらブッコロ村の小さな少年がポチと森ではぐれてしまったようです。これは助けてあげないといけませんね。僕は頑張るぞ。ということで森で獣に襲われているポチを発見したので助けてあげましょう。やってみせろよマフティ。なんとでもなるはずだ。ガンダムだと。獣風情にセクシーネメリスちゃんが負けるわけないだるるを。勝ったぜ。ちなみに負けた場合はこうなります。僕が負けるなんて。さあ皆さん出番ですよ。おっと申し訳ないけどお見せできるのはここまでだよ。この先のワンちゃんと戯れる僕の姿は君の目で確かめてくれ。支援してもらえると高解像度 CG の配布や先行版ゲームが遊べるよ。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと次に見たいエロ回想シチュがあったらコメントしてってね。さて、この動画を最後まで見た君たち、次のアプデではエロシテの変化や立ち絵回りに取り掛かる予定だよ。楽しみにしててね。では、サラダバー、動画のいいねとチャンネル登録もよろしく。さあ、ご一緒に。3、はい。